皆さんこんにちは。株式会社アトラスペルソナチームプロデューサーの和田和久です。ペルソナ3リロード楽しんでいただけていますでしょうか。世界中の皆さんからのたくさんの反響、本当にありがとうございます。今日は皆さんにペルソナ3リロードエクスパンションパス、そして大型 DLC エピソードアイギスのご紹介をします。エピソードアイギスはペルソナ3本編の後日談で、ワイルドの力に目覚めたアイギスが主人公の物語です。もともとエピソードアイギスとは2006年に発売されたペルソナ3のボリュームアップ版として、その翌年に発売されたペルソナ3フェスで追加されたコンテンツです。これはペルソナ3の発売後、ユーザーの皆様からの予想以上の反響に応えるために、さまざまな要素を盛り込んで追加した新しいシナリオのコンテンツでした。今回発売されたペルソナ3リロードは、文字通りペルソナ3を再装填リメイクするというプロジェクトです。自分の思いとしては、ペルソナ3の後日談であるエピソードアイギスなしにペルソナ3リロードは完結しないと考えており、エピソードアイギスをリメイクすることは実はリロードの起案の時から強く望んで検討していました。しかしながら、さまざまな事情から一度完全に開発を断念せざるを得ない状況に立たされておりました。そしてリロードを発表した時、全世界のファンの皆様からたくさんのエピソードアイギスを求める声をいただきました。僕たち開発としてもその期待に応えたいという思いはずっと持ってましたし、一度断念してたんですけれども、その後さまざまな偶然が重なって、結果として皆様の声に背中を押されるようにして開発が正式に進められることになったんです。そしてこの度エクスパンションパスという形で皆様にお届けすることができました。今回もペルソナ3リロードで快適になったゲーム体験を踏襲する形で、オリジナル版エピソードアイギスをリメイクしています。ストーリーはそのままに、よりキャラクターに感情移入できるように細やかな調整を行ったシナリオとなっています。また必殺技テウルギアの追加、新たなダンジョンなどといったコンテンツの追加によって、本編をクリアしたユーザーの皆さんにも新しい体験をご用意していますし、オリジナル版のペルソナ3フェスをプレイした方にも未体験の方にもしっかり満足していただける内容になっています。ペルソナ3リロードエクスパンションパスは3月12日発売です。エピソードアイギスは現在鋭意制作中でして、配信は最後となる第3弾9月を予定しています。ぜひエクスパンションパスをご購入いただき、第1弾第2弾の DLC を楽しんでいただきながらお待ちいただければと思います。ペルソナ3リロードはこれで完結となります。ぜひ皆様の目でペルソナ3リロードの全てを見届けてください。